どうも、10周年で様々な企画を進行中のレオンチャンネルです。でさあ、LINE スタンプを作りたいんだけど、ちょっと急な話。10周年関連でアクスタとかラバティも発売して、で、ウィズライブもやって、イラストコンテストも開催させていただいて、すごくたくさんの反響をいただいたり、アクスタラバティもね、たくさん本当に買っていただいて、もうありがとうございます。もう最後最終日だけで100個とかバーン売れて、そういうのもあってこう前に内部的に LINE スタンプ作る作らないみたいな話からやっぱ作りましょうみたいな、皆さんがいろいろ盛り上がってくれたおかげでそういう話になりまして、じゃあいざ LINE スタンプ作るってなるとどういうものがいいのかなと思って、で16個で120円ってよくあるんだけど、そのカテゴリーで出そうかなと思ってて、まさに例えばこのワンピースとかがそうなんだけど、こういうイメージで作りたいっていうのを渡さなきゃいけなくて、みんなどういうのが欲しいなんでこれは視聴者さんに買ってもらって使ってもらうみたいなのはやっぱ想定してるので、ってなるとみんながこういうものが欲しいみたいなのを聞いた方がいいのかなと思って、 LINE ストアのページのスタンプ項目行くと人気順にずらーっと並んでて、まあ、これを見ると今そのトレンドのワンピースだったりとか、あとはかわいそうにさんの、まあ、この辺もイベントいろいろやってるからっていうのもあるのかな、あこれ喋るんだ、盛り上がってたりとか、まあ、中山きんり君が人気だったりとか、かなへいさんのスタンプとかは定番に人気のやつですもんね。なんでこの辺をいろいろ見るとやっぱりお疲れ様ですとか、おやすみなさい、おはようございますとか、 OK とか、まあ、定番の使いやすいものがたくさんあって、そういう路線で行った方がいいのか、いやレオンチャンネルだったらこうだろうみたいな路線で行った方がいいのかをすごい迷い、ちょっとねざっと20個上げてみました。それがこれなんだけど、これが僕がちょっとあったら使いたいなっていうスタンプで、これ上からいきますよ。一般だと今さ限定で発売されがちじゃん、だけどあこれ一般なんだみたいな時に使うスタンプ一般だとみたいなスタンプなくない？あとは限定か、また限定かとか、スーツじゃん、アーツが出た時にすごい限定的なものでしか、タイミングでしか使えないけど、スーツじゃんとか、あとはガチャやってアソートが偏って吹き出さだはねやっぱ入れたいなと、あとはそれとか、いやなんかこういう動画が上がってたよ、動画見てくるとか、その他にはお金がまあいろいろ出るからね、たくさんね、あと高いし、あとはキック、これはセリフとかじゃなくてキックポーズしてるイラストとか、買えるか、いや欲しいの待ってたけど出たらめちゃ高かったみたいな、買えるかとか、あとはありがとう、まあこれは使うよね、でほんとそれなんで、じゃ同意するみたいな、まあそれなみたいな、あとはまあちょっと定番のとこのおはようおやすみ OK です。まあこの辺も僕結構スタンプ使うときは特殊なスタンプを使うことが多いから、僕は案外この辺はどっちでもいいのかなと思うけど、やっぱりこのスタンプ LINE ストアのスタンプ一覧とかを人気順に見ると、まあ、この辺は絶対マストで入れとかなきゃいけないのかなと。でじゃとか、まあ要は会話を切るとき、あとは高い、あでもこれは買えるかとちょっと被ってくるんだけど、逆に絶対買うとか欲しいで、なんか番組見た後に面白いとか面白かったとか、やったーかっけーとか、この辺をちょっと20個ピックアップしてみたんだけど、どうすか、ちょっとご意見をぜひコメントでお聞かせください。これはいらないんじゃないかとか、いやこれは絶対あった方がいいよとか、こういう構図のイラストがいいんじゃないかとか、まあちょっと僕はなんとなくこうイメージがあるんだけどとか、もっとセリフなしのものがいいですよ、イラストだけの方がいいですよとか、こういうのが入ってれば絶対買いますみたいなものとか、皆さんね LINE スタンプ、僕 LINE スタンプはまあそこそこ使うんだけど、めちゃくちゃスタンプ押しまくる、押印しまくるっていうあれでもないんで、もし LINE スタンプに非常に精通されている方がいらっしゃれば、いやこういうのは絶対入れた方がいいですよとか、ご意見よろしくお願いします。その辺を踏まえた上でちょっとこれも10周年企画の一つって感じになると思いますが、出したいなと思っておりますので、いろいろコメントの方によろしくお願いします。以上レオンチャンネルでした。